通信教育にしようって思われたそのきっかけっていうのはどんなところですか？はい、自分の時間を自由に使いたいっていう点があったので、数学よりは自分で勉強する方法にしたいっていうのがまず最初だったんですけれども、はい、本屋さんとかで、受験用のテキストとかを見た時に、とても分厚くてですね、一人ではちょっと難しいなっていうのもありまして。フォーサイトに決めたこうきっかけって、決めてどんなところでしたか？はい、本社は通関士の合格に特化しているっていうところが一番感じまして、いくつか拝見したんですけれども、でサンプルの、CD を頂戴しましたときに、これなら続けていけそうだなっていうのを感じましたので、こう続けられそうだなと思った何か、こういうところがあったんで、あ、これは続けられるねと思ったっていうのはありますか？テキストを拝見したときに、他社さんのものとか、あとその本屋さんで見たりとかしたものと比べますと、すごく要点がまとまっていて、本自体もテキスト自体も薄型であったりとか、勉強に聞きやすいと言いますか、いうふうに感じました。フォーサイトのこう教材の中で講義のこう感想何かお聞かせいただけますか？大変先生温厚な感じだったので、本当にその DVD などでも落ち着いたイメージで、声のトーンとかも、それが幸い良い影響を自分にももたらしてくれたというか、勉強をする時も、落ち着いて勉強を、集中しやすかったなっていうふうに感じています。あ、そうですか、じゃあうまい具合にこう相性が合致したかなっていうそんな感じですか？ありがとうございます。あとどうしよう、我々の方でこう副教材ということで戦略立案編とか合格靴とかこういろんなこうツールお揃いしてるんですけど、その中でも何かこうこれ良かったなとか、これこういうふうに活用したら、こういうふうにリニューアルしたらこんなふうにとか、何か感想ありますか？はい、テキストもさることながら、その副教材っていう中で、私が一番印象に残ってますのは、試験当日の、例えば前日の過ごし方とか、当日の直前の過ごし方っていう風なその説明を載せてくださってたりとかして、大学受験とかからやはりもう何年もというか、かなり時間が経っているので、そうだったそうだったっていうのがあるので、例えばその直前に自分が自信が出るように分かりやすい質問をいくつか、してそれを見直すといいよっていうのがあるんですが、実際にそれとかもやってみまして、勉強にもその時のことを思い出したりとかもできて、もう試験を実際受けるときに集中して受けれたという、落ち着いて受けれたという気がいたします。良かったです、お役に立ったみたいで、当社フォーサイトのですね、こう、良かった点、何かこう気づきの点とかお聞かせいただけますか？同情アプリのサイトはやはり、使いやすくて、電車の中であったりとか、会社であったりとか、外にいましても思い出した時にすぐに手に取って見ることができるっていう点は大変良かったと思います。道場破りのこう使い方のご自身なりの、工夫といいますか、こんな風に使ってたんだっていうのをもう少し教えていただいてもいいですか？単語帳だったと思うんですが、分からなかったりとかした時に、辞書代わりと申しますか、ちょっと使ってみたりとか、やはり電車の、会社までの往復の電車の中で、忘れたとかいう時にですね、思い出してその、質問などを見てみたりとか、常にこうそばに置いておいて、何かしらこう四六時中その通関士の資格の勉強に触れていられるっていうふうな点で、自分の中では使わせていただいているような気がします。なるほど。これから合格目指す方へのメッセージということでお願いできますか？資格をこれから、取ることを目指されている方は、合格までの道のりが大変長く険しいものであるようにお感じになられると思うんですが、合格をした時の喜びは、
他の何者にも変えがたいものだと思います。ぜひですね、毎日勉強を1日ずつ続けて積み重ねていかれて、その積み重ねられたものが必ず自分の力に戻ってくると思いますので、最後まで諦めずに頑張っていただきたいなと思います。では今回はどうもありがとうございました。